さあ今回はシャーレットワールドバックパックアドベンチャーというゲームの体験版を遊んでいきます。さあこのゲームはね、最近じわじわとね増えてます。インベントリ管理をして戦うっていうジャンルの新作でして、このねスライムがゾンビに取り付いてなんか名声のために戦うみたいな、そんな異常な世界でね、プレイヤーはなんか非同期で、まあ、他のプレイヤーと戦って、でランクの方で勝ち抜けばこの、まあ、カッパーから上がっていくと。でキャラクター、アドベンチャー、メイジー、あとはまあ使えないキャラですね、2つ言いまして、まあ、計4種類あるみたい で、まあ、最初アドベンチャー使ってみようと思うんですけど、まあ、キャラクターとこの武器のタイプですね、これが増えると。まあ、当然こういうの持ってる方が上のランクに多いと思うんで、まあ、当然アンランクでいこうと思いますけど、まあいきますか。とりあえずアドベンチャーで1回目ですね。でこういうゲームはまあコンボを作るみたいな、このまあこのカバンであれば、これソードマンのパまあカバンで、この赤いところに近接武器があると強化されるで、まあこれはいいとして、でこのバナナはスタミナをね得るっていう、まあ、スタミナで相手を殴るんでこの SP が重要なんですけど、このダガーであれば 0.5 スタミナ使いますよっていうところで、4秒に攻撃1回だから消費的にこれバナナ上回ってるわけで、武器増やすことができるよねと。でこのなんて言うんでしょう、まあ、上下左右のこの、まあ、四隅に近いところ2個ずつ、まあ、4個をねついてますけど、マッシュルームアイテムがあるとクールダウンが早くなると。だここのコンボを使っていこうってところですが、ですね、マッシュルームまずなくて、で石ね、石はオンヒットで 2% でスタンするとか、こちらは3回復して 55% チャンスで何かしらのデバフを取り除くことができるで、フルーツだ、バナナがあるんでいけますねと。なんか光り合ってますね、これ合体するんじゃないか、合体ちょっとたまんないですけど、まあ入れてみますか。これでこう合ってるとこの効果が出ますと。これ 10% ですね、クールダウンが 90% になってますよと。でこれノーエフェクトなんで、これマッシュルームではないと当然ですけど、でお金全部使っていくといいと思うんで、カバンよく出ますね。盾、これ勝てる勝てますか。バトルスタートで15アーマーポイント、カバン確かにあった方がいいと思うんですけど、ロックしてか、この盾かな、 5.1% でブロックするんだね、ダメージこのまあ、攻撃用か。ここまでどこでもいいですもんね。で、ロックできるから、これで次残るでしょ。まあ、3より4の方がいいよね。で、勝たないといけないんですけど、どうかな。最初にしてアイテム少ないんじゃないか。2個しか追加してないけど。あ、相手。ダガー2つ。あと、なんかヘルメット持ってる。これは終わったな。苦しいんじゃない、うち。でもうちには回復がある。で、これ時間で進むわけで、どうかな、与えれる。わー、でもちょっと食らってんな。で、回復。石ころ入れとけばよかったですね。なんか出るんじゃねって思ってやめといたけど。で、今、敵より耐える行為です。けど、でも相手はこのバナナしかないから、こっちの方が回復力あるんで、2本のダガーが痛いけど、最初ブロックのチャンスもあるし、ギリ勝てるかもしんない。きついか、なんか微妙だね。回復回復ナイス。負けた。武器の数だね、差は。もうしょうがないしょうがない。いや、まあ入れるか。フルーツで、あ、回復。めっちゃ回復するじゃん。リロールだね。武器武器武器。2マナ。マナ。多分こいつではないかな。アーマーポイント。で、フルーツ。
野菜だね、今いっぱいあるのは。ちなみに、あ、石ころでも投げとこうかな。困ったら石ころ。アーマーニカでフルーツ、フルーツならちょっと配置変えときましょうか。なんかめっちゃ出てくるんで。ね、ちょっと起きやすいように。これ入るんですけど、レジストブリーディング出血とかなのかな。単純に今だと分かんないですね。で、野菜か。横に野菜のアイテムがあったらっていうのがあれば使えるんだけど、ちょっとないですね。いや、勝たないとね。4回まで分けていいんだよね。いや、でも最初作れてなかったら、ほんなら差がついちゃう。見よう。これ同じ武器だよね。あ、同じ型か。キノコ。あ、これがてか、あれだね。マッシュルームか。欲しいやつ。回復。あ、同じやつか。で、あ、これ、ペット。武器ではないのかな？エクスプローシブスライム。あ、スライムがあるんだ。スタミナを使うんだ。マナではないんだね。きついなぁ。いけるかな。武器の差はまたありそうですけど。デバフで、ポイズン、この、キノコの効果ですね。で、こっち、ラック、運が、人参かな？ 60% チャンスで、ラック、運を得る。運を得ると、命中が上がるですかね。命中はちなみに、71.5% と 62% なんで、うわ、で、負ける。負ける。スライム強いんだけど、多分。スライムでしょ、強いの。一定毒もでも溜まってくしな。長期戦向いてないね。毒めっちゃ食らってない。34点8とか食らってない。ボコボコにされてる今。あー、来た来た来た。よし、やり返したろ。でこっちから、あーあー、もう違う。ここに置いて、で、このシナジー入れて、こうでいいか。オニオン、アーマー、スタミナ、ちなみに減ってたかな。あ、で、アップグレがあって、いや、でもアップグレもできずに死にゆくんじゃない、このままいったら。スタミナいらない気するんだよな、別に。6。20アーマー L。スラッシュダメージレジスト、ブリーディング。アメージレジスト。でも足んないか。アーマーだよね。入れるもんですもんね。アップグレしてみるか。で、いいのが出るんじゃない？ポーチ。トリガーチャンス。エニーアイテム。ポテト。あ、なんか、あ、光ってる、ダガーが。進化とかなのかな。やばい、ボコボコにやられる。ダガー、ダガー、ソード。あ、武器、無理、もう。無理そうな気がする。スタミナだ、そんだけ使うんだね。スタミナを入れてるってことは。火力ぶっぱ型だね。毒と、耐えろ。毒と、アーマー後で耐えろ。いやー、体力的に勝ってますけど、でも破壊力的に負けてるんで、と短期でいかれたら負けそう。あ、でも勝てる。よし。おお、柵に溺れたな。どっちか、柵こっちか。どっちかっていうと、ダガーはでも入れた方が良さそうですよね。光合ってますもんね。あ、ソードになるんだね。これ次か、じゃあ。フルーツ。ね、これ。あ、スロットなんだね。ポーションアイテム。ポーションポー、いや、持ってない、そんなの。
あ、なんかこれめっちゃ光ってない、これ石とかも全部。じゃあロックしてみるか。なんか売りゃいけますけど、別にね、ないというか。クラッシュ、なんとかダメージ、クラッシュダメージ、スラッシュダメージとかがあるみたいで、これクラッシュの方だね。いくか今たまたま勝ったけど、なんか辛そう。毒がでも強いのはね、間違いなさそうで。あー、メイジ初めてですね。全然構成違うんだろ、わかんないからいいや。めっちゃバフついてる。マナバフね。マナ、デバフは毒。なんかマナが溜まってすごく強くなるんじゃない、これ。ほら、なんかスピード。クールダウンが速くなってるみたいです。こっちは、あの、相手回復がすごいな。まあ、こっちも言うて同じか。こっちはアーマーもすごいですから。おい、殴りきれないぞ。ソードになれば変わんのかな。24スラッシュ、24スラッシュ。13、13、あ、ここ上がってるからか。で、あいつを倒せない。マナがすごい溜まっていく。で、毒は、そんな溜まらないから。3.60 で1。あいつの回復すごいな。めっちゃ持ってますね。あ、で、これが毒減らすか。でも毒強いんだね。お、マナがすごい。あ、ラウンド。あ、勝ってましたね。よく見たら。殴り勝ったのかな？お、不思議な勝ちしかない。今、ちゃんとした勝ち位置、不思議な勝ち位置ですね。お？特性をゲットすることができると。スタミナプラス2。これわかんないな。レンジエポン。近接武器のダメージアップ。あ、こっちじゃないじゃん。あ、ソード。おー、ソードが出されましたよ。配置の問題かな。こうしてソードここに置いて、赤ってこの範囲なのか。こうか。じゃあこれで、なんでも関係ないか。1個でもかかってればいいんですね。はいはい。え、ポテト回復すごい、もう地味すぎる。これが光り合ってるんで、なんとか水、これと枝プラス石だよね、ただの。それがいいみたいです。これはフルーツ。ちょっと進めよう進めよう。お、なんだこれ。あ、クールダウンが早くなるよと。いいですね。盾増やそうかなあ、これいいと思うんだよね。9、12、足りないですね。スロットまで急ぎじゃないから、ちょ、守備的な毒で、敵がもし毒をね、どうすることもできなければうちが勝つと。多分武器は一応なんか次合体するっぽいから、ちょっと候補が必要ですよね。さあ、またメイジか。あ、強そうだな。なんかレイピアとか武器がいいですね。うちはこれしかないですから、いい武器が。相手毒かけてきてる。わ、お互い毒のかけ合いだ。こうなると相手は、あ、キノコか。同じ。よし、でも勝てるよ。こっちアーマーがありますからね。うちにはアーマー2個ありますから。で、スタミナは持ってますね。よし、勝った勝った勝った。序盤だけだったね。武器の運ですよ、負けてたのは。おお、ん？あ、てかこれ入れてなかった。これ槍なんだ名前めっちゃ槍じゃなさそうに見えるけど、入れます入れます。あれ、あ、こうかな。こうにしようかな。下置いて、あー、こうして
ヘリサンマスでしょうか。はい、これでダメージ上げて、クラッシュ両方いってます。赤いのも多分いってます。ちょっとカバンカバン、ここね見えづらいですけど、アーマーが全てなんじゃないかなと、このゲームでは。ちょ、入らないですけど、まあいい、気にしないでいこう。カバンで、なんかフルーツ来てくれたら嬉しいなと思いますけどね。で、ここ、こうせっかくなんでここ入れたいけど、なんかないかな。片方でいいや。ここに入れながら赤いの入れるみたいな。カバン動かすか。いやね、ちょ、模索中です。こうして、赤入らんか。いや、1ダメージ重要だと思うんだよね。それならこうした方がいいかな。クールダウン早くなりつつのやつとでいって、ここでもいいかな。あ、こうそっちか。あ、でもついてるね。もともと1個だけっぽいからいいとして、で剣を1個奥にして、お、入ってます。入ってるはずだね、両方とも。よし。で、入る。よしよしよし、いよいよ。アクティベーションパワーバトル。8秒後に 10% パワー。マナ。マナは絶対関係ないと思うんですね。これにしてみようか。カバンね、いるっちゃいりそうなんで入れとこうかな。後から変えれるし。さあ、これで強くなった武器2つと、盾シンプルにしぶとくいって、キノコ欲しいですね。とはいえ。さあ、なんか一気にね、良くなった気がする。アーマンめちゃくちゃ入れたんで、とりあえず。うわー、待って待って待って、すごい武器持ってる、こいつ。スタミナ3しかないですけど、うち8もありますからね、この武器しかない中で。ちょ、武器欲しいな、そうなると。メイジか。攻撃数がやばすぎる、あいつの。あいつはでもすごい攻撃特化すぎるから。で、なんか毒を取るときやつ基本的に持ってるっぽいんですよね。すぐ取られるから。これか。ん、これじゃないの。まあいいか。オレンジか。オレンジですね。いや、勝てると思うよ多分。回復、うち回復とアーマーすごいですから。いや、まあ、めっちゃ回復してる。なんか効果だね。いや、きついかな、そうなると。もう勝ち筋がなくなってそう。で、武器だって5個持ってるもんね。うち2個しかないですから。マナーでなんか回復してんのかな。いや、負ける。あ、勝てるか。いや、勝てそう。怒った。危ねえ。最後めちゃくちゃ危なかったですね。うちのバフスタックが少なすぎるな。パワーとかすごそうですけど。スタミナ。ここ武器欲しいですね。で、ベーチャブル野菜なんて死ぬほど持ってますから。いやー、でもちょっと武器、あ、でも8か。このパワーっていうのはどういう、まあ積み重ならないっぽいですけど、どうやったら消えるんだろう。こうやってこの時間もね、変わってきますけど、入れてみるかな。こうですね。シナジーあるからいけなくて、おー、これここは重ねれそうなプラスワンパワーだ。アーマーポイント。いや、ちょっと武器が欲しいな。
あ、これもいいですね。わあ、売れないよね、何も。何も売れないんだけど。お金使いたければ一応カバンが多かったかな。でもこの人もすごい持ってますね。デバフ、あ、これがブリーディングか。なんか耐性のやつあったよね。でパワーついてます。 10%大きいのかな。積み重ならないから、これ1パワー 10% で終わりなんですよね。やべ、痛い痛い痛い。いや、これすぐ殴り殺される。うわ、積み重なる方がいいよね。エピックマナ、これ売るか。で野菜で入る。いや、ちょっとこれ流そうかな。80アーマーポイント尋常じゃないやつ見たんだけど。近接武器、入らなくはなさそうだな。一旦戻しと、キノコの配置の問題ですね。あ、そうか、そこにあった方が一応いいのか。でもスタミナ別に減ってもないし、これ守備的に行く入らない。こうか。あ、クソでかいですねこれね。ちょっと無理だ。クールダウン、武器1本、だが13ダメージ、ちょっと低いな。入れときますか。とはいえ、お、これはよういかないか。あ、これマジックスタッフだね。あ、これマナ使うんだね。多分マナ使えないわけで、これで進化する。よし、行ったり行ったり。これで、まあキノコそこでいいか。パーずつか。なんか軸のアイテム決めた方がそうで、バナナはいろんな方面から聞いてあるけど、バナナが軸になってるわけじゃないですよね。さあ、もうあんま負けらんないよ。わあ、すごい広い。わあ、すごい、すごいの持ってる。すごいポーション。で、パーマン来ました。これでうちは1パーずつ上がっていくんでね。これはもう固定でしょ。時間が経てばこっちの方が上がっていくよ持つかないや、きつきつそう。めちゃくちゃ食らってる。すごい強いんだけどこの剣。途中見ればよかったな。これ1本の武器で、あ、でもなんか他、いや1本っぽいよねこの出血が尋常じゃないな。このダメージが大きいですね。2秒ごとに 18.50 ダメージ。おーおーおお。回避とアーマーね。毒かな、うちは。うちってもう毒しかないですよね。マジックダメージ耐性回避。アーマーポイント。あ、これ合体するわけじゃないな、ちなみに。なんか足んないのかな。刺すダメージかな、これは。これ絶対これこんなにある意味ないよねとりあえず入れた感がすごいですけど。何も出てなかったよね。名前が出てたら、あ、で、あと何か1本でスピアになるのか。てかこれスピアじゃやっぱないんだね。もう1個じゃあ棒かな、この感じだと。いや、入れたら入れたね。数数数。
体力減るとパワー得るという一回発動のやつね。ポーション回します。ああ、回復できるやつか。なるほど。これでもないんだもんね。このままなんだしな。ラック。マナーカバン。いやー、アップグレードができますね。これで、レア度が上がるわけね。ゴッドリー。まあでも次で終わりそう。一瞬持ち直したけど、そっから。わ、そんな風になるのすごいな、これ。同じ回数やったと思えないんですけど。硬いね、この子も。ヘルメットとか。わーで、ちゃんと物理耐性とかつけてんだね。で、デバフ。デバフちょっと見よう。オイル。スローになるのか。毒。毒や出血がすごく、どっちかって出血の方が強そうに見えたんですけど。で、レイピア。この辺で合成の仕方をね、知っていかないと、厳しいな。たまたま2個合成できたけど、ここの合成なんてまだ分かってないし、こうしっかりできないといけないね、その辺が。なんと勝ちはないかなと思うんですけど。なんとか勝ちました。あ、溜まったんじゃないこれ、5勝。辛いな、もう。もうこれじゃ無理ですね。コンフォートグローブ。スタミナの回復が増える。ああ、武器めっちゃ持てるじゃん、これで。これもあった今。レンジエポンなんか持ってないんですよね。ここに使えるくらいか。え、ダガーじゃ、あ、ここ、こっちが進化するな。241324。ヒットチャンス 45%、引く。これが、これがレイピアなんだ。まあ、刺すやつだもんね。で、これがソードになると。いや、ここあげるよ。これいら、売っちゃう、こんなもん。あ、プレまだできましたね。あ、リロールタイミング間違えた、じゃあ今。5でなんか来い。お、羽。3% の回避。しょぼくないですか ?1 回だけそんな相手も。20% チャンスで毒、40% チャンスでスピード。運ゲーみたいな感じなのかな。だから毒の確率は低いから、期待値としては一応スピードが上がっていくよみたいな感じか。で、毒を消すオレンジがあれば、まあ、ノンデメリットみたいな感じでいけるわけだね。回避つけますか。いきましょう。5勝で、5勝であの、報酬じゃないよね。そんな勝ってないよね、トータルで見ても。よし、武器はなんかもと、ここでようやく。相手もちゃんとこう合成しっかりやってます。ん?同じか?一瞬同じかと思いましたね。結構でも似てるな。あれでもすごい似てない。いや。これ同じです。同じ。え、じゃあ自分に殺されたとしたら今は。これ負けたら最後とどめさせたの自分ってことになりますよね。いや、これ自分ってことなんですかね。あれ勝てそう。何の差が、いや、まだわからない。多かった。何個勝てばいいんだろう。自分でしたね。非同期はそういうこともあるのか。ミラー対決。いや、こんなこと普通にならないと思うんでね。被ることはなかなかないと思うから。で、できたけどですよね。レイピア26、こっちが35、スタミナ、スタミナの消費が違うのか。じゃあ、これでも進化するよ。ロングソード。あったかな。あ、4マス。困りましたね。カバンをいただきますか。
武器だいぶ増えたね。でここ合体するとして回避アップグレは安くなるとこでいいかな。あ、これ欲しいかもしんない。さっき出血で死んでるもんな出血死してますからね。スタミナカバン買っときますか。トリガーチャンス2ヘルス。あ、これなんか進化しそうだね。刺してみるか。あ、足りないみたい。何が足りないんだろうね。こう行ってみる。違うか。こうかな。あ、違うな。まだ何かがあるんだね。多分いいカバンあった方がいいんだな。でもトリガーが発動するみたいなカバンはこれが使えんのか、もしかして。この真ん中のやつ使えてないと思うんで。クールダウンか。これもいいな。マジックダメージ耐性と回避。さあいっぱいで終わるんで、こっからはなんか失礼。あ、これがロングソードだ。ちょっと待って待って、見せてもらおうか。クラッシュスラッシュは強いな。あ、めちゃくちゃ育ってるこの人のやつ。バナナはスタミナも使おうということか。体力も多いし、アーマーも無理だ格が違いすぎる。で、一応出血耐性ね、つけてきたんですけど、こう間に合ってないっすよねいや、めちゃくちゃ食らってる。終わった。何でつけてんだろうこれは。ちなみに、あ、なんかすごいすごいものを持ってますね。ポーションもすごい効果あるんだろうな。いや、終わりです手も足も出てない。さあこんな感じで戦っていくんですけども、思ったより持ちましたかね。でこっちが弓も向きだから多分使い方が変わってくるのかな。でいきなりなんか引いてますけど、6、はい、今溜まったのが6で、だいぶやらないといけないですね。そうなると、まあ、本当勝てば溜まるんでしょうけど、